トークンベースのライセンシングは単一で柔軟な簡易型共通ライセンシング構造を使用して APEX DX と DV における業界最先端の分析機能すべてへのアクセスを顧客に提供する全く新しいライセンシングモデルです。 APEX 分析トークンではユーザーがそれぞれのネットワークでトークンのプールを共有しており、弊社分析製品内のありとあらゆる機能にはユーザー選択に基づいて動的に配分されたトークン値が割り当てられます。ユーザーがセッションを閉じるとトークンは自動的にトークンプールに戻されます。 APEX 分析製品をトークンライセンシングに移行することで APEX が提供する業界最先端の分析機能のすべてに顧客が柔軟にアクセスできる上、ユーザーの現在の分析ニーズに最適なオプションも柔軟に選択できます。このため APEX はオフライン信号処理と分析で最高のものであるのみならず、最も柔軟でコスト効率の高いものともなっています。トークンベースのライセンシングによりユーザーは DX が提供する優れたオフライン信号処理機能のすべてにアクセスできます。空気力学ツールキットにはキャンベルセンズ、ウォーターフォール表示、 Z-Mods、ストリップズ、ボードセンズ、トラッキングプロット、レスポンステーブルなどの高度なエンジニアリングプロットや振幅と周波数の精度を改善するピーク処理も含まれます。回転機械ツールキットでは時数ドメイン分析機能、それに時間的分析 FFT と空間時数分析ができます。回転機能ツールキットで RPM と関連付けると位相と振幅を簡単で正確に計算できます。 APEX の改善された自動応答検出機能急小波コレクションでは最大ピーク検出、グリッドベース検出、 EO ベース検出などの弊社独自の手法を使用してキーレスポンスを抽出してビッグデータの効率的な処理を支援します。 DX リミッツツールは基準の合格・不合格を判定するデータ比較を効率的かつ簡単にできます。 DX で利用できる最新のパラメータ結合ツールではわずかに数クリックで低速パラメータデータを動的データに結合できます。新しくリリースされた DX バッチ処理ツールは大量のデータを効率的に同時処理して顧客の時間と経費を節約します。 APEX 分析トークンを使用することでユーザーは全ての DV プレミアム機能にもアクセスでき、こうした機能には APEX 製品外で記録された .datx ファイルの再生を可能にする DataX リプレイ、ユーザーが複数の画面で DV を表示できるマルチビュー、プロットセットアップ表示とプロジェクト情報詳細設定を保存できるセーブプロジェクトなどがあります。分析トークンでは DV のバナー広告を消すこともできます。標準の無期限トークンに加えて APEX はリース方式とサブスクリプション方式のトークンも提供します。現時点では弊社の DX と DV 製品が分析トークンをサポートしますが、将来的には BT などのその他の分析製品も更新されて分析トークンのライセンスも含むようになります。弊社では本日中にも自社のトークンベースのライセンシングおよびオフライン信号処理と分析ソフトウェアツールについてお客様とお話しさせていただければと思っています。詳しくは弊社までお電話をいただくかメールをお送りください。